回はですね、スピードハンターのピーターをゲストに招いて、ここ恵比寿南コースをですね攻略したいと思います。ではご覧ください、どうぞ。恵比寿サーキット南では正回りになるんですけど、じゃあ行きます。2速、2速からのサイドブレーキで進入、すぐアクセルつないで、これ下っていくんでちょっと速度に注意しながら見返します。ここはアクセルでずっと伸ばしていくんですけど、ここでしっかりフットブレーキで減速して速度を落としてから見返します。繰り返した後はもうアクセルですね。勾配によってかなり運転が変わるので、その辺のスピードコントロールが重要ですね。ステアリングのスムーズがスピードアップ。これインフィールドを使って、走らせてます。まずここ2速からサイド入ってアクセルでつないで、あとアクセルコントロールですね。でうまくアウトラインに持ってきながら、こっちはインで、ライン取りが重要ですね。あとはリズミカルにカウンターステアを当てていけば、二足ホールドでずっと回ってくることができますね。まあこんな感じで簡単にできます。I know it's a very violent car, but either his driving or how well set up this car has just made it just feel very smooth and extremely powerful. It was, all in all, it was less violent than I thought it would be.